それではイギリスの文学後期第3回第1部としてビクトリア朝の文学3ということで、小説一般についてお話ししたいと思います。教科書の方は93ページを開いてください。ここでは、ディケンズとブロンテはすでに言及しましたので、それ以外の重要な作家についてお話ししたいと思います。まずはジョージ・エリオットからいきます。ジョージ・エリオットの生没年は1819年から1880年ということで、この人本名がメアリアン・エヴァンズという女性です。ジョージ・エリオットってのは男性名ですけど、この人は女性です。で、編集者のジョージ・ヘンリー・ルイスと結婚、家庭を築いたんですけど、ルイスが既婚者だったので正式に結婚できなかったんですね。で、これはビクトリア朝では大変なスキャンダルでしたので、これまでもお話ししましたが、性道徳が女性に対して特に厳しかったので、あんまりですねよく思われていなかったということがあります。で、代表作はアダム・ビードとかフロス川の水車場とかサイラス・マーナー、ミドル・マーチ、ダニエル・デロンダーなどですね。で、フロス川の水車場が、これはまあ結構読みやすいと言われてるんですけど、多分一番の代表作はミドル・マーチだと思います。で、これは選挙法改正前の1830年代ぐらい、つまり書かれた時より40年ほど前を舞台にした作品で、イングランドの地方都市ミドルマーチの人間関係を描いた大作です。で、主筋はですね、なんか理想主義的なヒロインのドロシア・ブルックのお話で、ドロシアがなんか研究者で牧師である年上のカソーボンっていう男と結婚するんですね。これはなんか学問とか宗教とかに結構理想を抱いてて、ドロシアはなんか手伝いたいと思った時、学のある男と結婚するんですけど、夫はですね、思っていたほどの器の男性じゃなくて幻滅すると。で、ドロシアはなんか仮想盆の親戚である若いはみ出し者のウィルと出会って、やがて仮想盆死んじゃうんですね。で、この時ですね、仮想盆はドロシアとウィルが結婚すればドロシアは遺産を失うっていう意思を残したんですよ。で、こういうですね、これフラグですね、いわゆるこういう意思を残すと、本人たちは全く考えてないことでもなんかそれについて考え始めるようになるので、まあこれそういうふうに終わるんですけど、で、まあ、最終的にドロシアとウィルは結婚してしまうと。この主筋にですね、医師リドゲートとか銀行家バルストロードの一家の話とかが絡んで、かなりですね、大きいスケールでイングランドの地方都市社会を描こうとしていまして、ワーキングクラスぐらいの人たちから、まあ、上はもうそれこそ、貴族と言えるような人たち、まあ、下級貴族ですけれども、とか上流階級の人たちまで、かなりのいろんな種類の人たちが出てくる作品です。もうメインは上流からミドルクラスくらいの人たちなんですけれども、で、まあ、本当にいろんな登場人物が出てきて、で、これは、まあ、かなり大人が読むための面白い小説とかっていうふうに言われてて、バージニア・ウルフとかがすごく後で褒めたりしたんですけれども、まあ、これは大変非常によくできた小説だと思います。で、それからですね、トマス・ハーディに行きましょう。で、ハーディは生没年が1840年から1928年と、もう20世紀に入るまで生きてたんですよね、この頃の作家だと。で、ドーセットの石服の息子として生まれまして、で、小説と詩作の両方で活躍すると。で、これ、ウェセックス小説と呼ばれる、なんか地方色が豊かで、なんか暗い作風の、作品を得意とします。なんか、ウェセックスってとこ舞台にしてってことですね。で、なんかですね、で、暗いです、とにかく。まあ、陰鬱な作品が多いんですけども、これ、日陰者の柔道とかも、なんか、ダーヴァビル家のテストが大変暗い話ですけれども、でダーヴァビル家のテスは最も有名だと思うんです。これ映画化とかもされています。で、なんかこれ村娘、美しい村娘テスが主人公で、遠縁に当たるってダーヴァビル家に奉公に出されるんですけど、その家の息子のアレックに手ひどく騙されて、未婚のまま妊娠させられて子供を産むんですね。で、ここの書き方が微妙で、騙されたのか、なんか性暴力を受けたのかっていうのが、議論になるところなんですけど、まあ、これちょっと読んでみてほしいんですが、まあ、その子死んじゃうと。で、やがてテスはですね、牧師の息子のエンジェルと出会って婚約するのですが、テスは自分の過去を隠すことに、なんか良心の呵責を覚えるんですね。で、まあ、テスは別に悪いことはしていないんですけれども、
婚前交渉をして子供を産んだだけで、何も、しかもアレックスはひどい男、アレックはひどい男だし、特に悪いことしてないのですが、まあ、この頃の道徳観だと、未婚で子供を産んだとかいうのは許されないかもしれないと。で、エンジェルがですね、結婚前夜に自分の過去の婚前交渉を告白したので、テスは自分も許してもらえると思って自分の過去を話すんですけど、エンジェルは許さずにテスを捨ててしまうんですね。で、自暴自棄になったテスはアレックの愛人になるんですけども、そのうちブラジルに行っていたエンジェルが帰国してテスと再会すると。で、テスがアレックを殺してエンジェルとストーンヘンジに逃げるんですけど、逮捕されて死刑になると。まあこれアレックもひどいし、エンジェルもひどいですね。で、もうどうしようもないひどい男たちが出てきて、まあ、テスはかわいそうだと。で、これなかなか読み通せないぐらい辛い小説ですので、なんか鬱な話が好きな人にはおすすめしますけど、そうではない人はさすがこれからハーディを読むのはあんまりおすすめはしません。それからアンソニー・トロロープですね。生没年が1815年から1882年と、ロンドン生まれで、お父さんのトマス・アンソニーもお母さんのフランセスの文筆家で、特に母は大衆作家として かなりの著名作家です、お母さんのフランセス・トロロープは。で、郵政省に勤めてて、で、この人もバーセット州小説群っていう、なんか地方のミドルクラスの生活をユーモア交えて描く作品が得意です。で、事前院長とかっていうのが、主要な作品で、で、解剖者から翻訳シリーズ出てるんですけども、なんかですね、これ、トロロープは全然日本で人気がなくて、なんか、なんでしょう。ちょっと一昔前に渡る世間は鬼ばかりとか面白おかしくしたみたいなものを書く人で、出てくるのは主に誰と誰が結婚するとか、誰が生殖録、つまり牧師の給料付きの牧師の位置を売るかとか、なんか そんなことばっかりが関心事で、 めちゃめちゃ地方的なんですね。で、まあ、なかなかちょっとだからビクトリア朝の習慣がわからないと読みづらいかもしれませんけれども、そんな暗い話とかではないと思うんですけれどもっていうことですね。まあ、で、この人、まあ、イギリスではとてもよく知られた作家です。ジョージ・ムーアですね。生没年が1852年から1933年。アイルランドのメイヨー州生まれで、政治家であるジョージ・ヘンリー・ムーアの息子です。で、で、パリで暮らしてて、エミール・ゾラとかクロード・モネとかをはじめとするフランスの作家芸術家と交流して、なんかゾラに習った自然主義的な作風を身につけます。まあ、この人結構亡くなるまで、もう1933年まで生きてますから、結構作風とかは変わったりとかするんですけども、これフランスで暮らしていたので、マネが描いてくれた肖像画とかあったりします。で、アイルランドの文芸復興運動、これはその後でもう少し後で詳しく説明しますけど、にも参加してて、で、お金が絡んだリアルな描写を得意としている人です。で、エスター・ウォーターズとかアルバート氏の人生とか、アルバート氏の人生は映画化とかされてますけれども、で、エスター・ウォーターズはですね、これはなんかかなりリアルな小説で、ワーキングクラスの女性がシングルマザーになってどうやって一人で子供をさせるかっていう、すごいなんか、もう 今でもありそうな話なんですけど、今でも辛いんですけど、今よりだいぶ状況が辛いんですけど、今よりありそうな話をやってるものですね。で、なんか敬虔なですね、キリスト教の一派のプリマス・ブレザレンのメンバーであるワーキングクラスの一家に育ったエスター・ウォーターズが、なんか虐待的な系譜のせいで学校教育を受けることができなくて、報復校に出されるんですね。で、勤め先でエスターは同じ高校人であるラッチに誘惑されて妊娠してしまうんですけど、でラッチは他の女と駆け落ちしてしまうと。で、未婚の母になったエスターはですね、ビクトリア朝末期の未婚の母で、もう全然ですね、仕事が見つからないし、大変なんですよ。で、とりあえずですね、こういう時にやるのは、子供が生まれたってことは、おっぱいが出るから、ウバになるんですね。で、これはこの頃の、子供を産んでお金がない女性の、が暮らしていくための手段としては重要だったらしいんですけども、なったりとか、給付院に入ったりとか、まあ、いろんな仕事をして息子を守るんですよ。で、エスターはですね、同じプリマス・ブレザレンのメンバーで、フレッドと親しくなるんですけど、同じ頃にラッチと再会するんですね。で、エスターはですね、本当はフレッドと暮らしたかったんですけど、息子のために小金を持ってるラッチと結婚するんですね。ラッチが金を持ってるって言うんですよ。なんか実はそんなんでもないんですけど、ラッチ頼れる夫じゃなくて、やがて死んじゃうんですけど、エスターはなんとか働きながら息子を守って、ジャックは兵士になると。で、これですね、テスと違って、婚前交渉して子供が生まれるんですけど、悲劇では終わらないんですよ。エスターは大変辛い人生を生きまして、で、ですけど、一応ですね、最後、悲劇的には終わらないんですね、そんなに。で、これ、なんか途中でですね、なんか読んでて、
これフレットと結婚できなくてかわいそうだと思うんですけど、後からフレットが来て、なんかエスターとラッチに嫌がらせしたりとか、フレットもですね、よく考えるとなんかやばい男なんですよ。で、ラッチもやばい男だし、エスターは最後にもう二度と結婚したくないみたいなこと言ってて、なかなか今でも通用するような小説だと思うんですけれども、まあ、これはぜひあのなんかこういうお話は読んでおいた方がいいお話だと私は思っているんですけれども、まあ、すごい面白いと思います私は。なんかちょっとリアルすぎて辛いかもしれませんけれども、で、まあ、あのもちろんこうエスターみたいな女の人に対して偏見を抱いている社会自体に対する批判がもちろんこの作品にはおそらくあってっていうところがあるんですけど、あとあのこれですね、すごい真面目な子なんですよねエスターは。プリマス・ブレザレンっていうすごいなんか敬虔なキリスト教の一派に信仰してて、そういうですね、そういう真面目な女の子でも妊娠するんだよっていうところがまたリアルな話なんですよねっていうところが、まあ、あの面白い小説だと思います。で、あのその他の作家としてはですね、まあ、いろいろいるんですけど、あのビーコンズフィールド博、ベンジャミン・ディズリエリ、この人ユダヤ系で首相だったんですけど、まあ、文筆家でシビルとかっていうのがを書いてます。あんまり日本で受けてない人だと思いますけど、それからジョージ・ギッシング、これはリアリズムの小説家で、あの代表作は余計者の女たちとかウズとかですね、それからアーノルド・ベネットという地方都市を舞台にしたリアリズム的な小説を書く人がいて、ヒルダ・レスウェイズの青春とかを翻訳されております。で、まあ、この辺だともうエドワーディアンとかに入ってくるんですけれども、あのだいぶですね新しくなってきたりとかします。で、一応ですね覚えてほしいビクトリア朝の主要な小説家ですけど、ディケンズ、エリオット、ブロンテ姉妹、ハーディ、サッカレー、トロロープ、ムアは必ず大体出てくる作家だと思うので覚えてください。特にディケンズ、エリオット、ブロンテ姉妹はそのなんか卒論書くときとかにすごい人気がある作家だと思うので、まあ、ぜひ読んでみてほしいなと思っています。で、最近ですね、これはYouTube で下にリンクを貼っておきますけども、広野由美子先生がミドルマーチに関する本を出したりして、ジョージ・エリオットも昔はちょっと入手がしづらかったんですけど、最近再評価も盛んになってきていますので、まあ、ぜひ手に取っていただきたいなと思っています。それではビクトリア朝の文学の小説のレクチャーはこれで終わりです。